暴露だよこれ。本当に動画出てないし、みんなに言ってなかったことだから。ガチで。ジピットチャンネル始まりました。ケントです。リトです。リカです。高野です。はい、今日はもう完全オフショットってことでバーベキューしました。かわいい俺。すいません、太陽さんもう一回働き出したんですけど。今何時？何時ぐらい？もう休憩して。もう暑いって。そんなに好きみたい。人生でこんなに日に当たったことないかもしれない。そんなこの白さ。4人種ぐらい。聞いて今日ね、なんか黒いじゃん。すごい。足の裏俺白いんだよね。やっぱ足の裏見せてきたの。前回の動画でね、うん、足ベッチだったの。足ベッチだったんですよ。私が好きな足が人差し指が長い足だったんですよ。足の裏白いんだよねって見せた後に、人差し指長いでしょ。カメラも何も回ってないから。しかもそんな長くないの。ちょっとまた長いのがいいじゃん。ギリシャ型だっけ。はい、ギリシャじゃん。ああ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ。見て、人差し指こんな長いこと。あ、ギリシャ、ギリシャ。うわっ、ギリシャとね、足可愛いんだよ。目に入った瞬間にかわいいな。セクハラ社長、リュートの時は別のベッドで寝る。性欲が怖い。めんどくさい会話。いや、ということでお酒入ってきましたので、お酒ならではのトークをしたいなということなんです。この方っていろいろあるじゃないですか。経験も豊富だし。バツ2でしたっけ。それ以上なんか秘密ってあります？なんかこう、まだまだね、 Twitter でも YouTube にも明かしてないケントさんのここぞという秘密。え、でもないよね。ないやろ、なんでふわふわ。ちょっと待って。ないよ、ないよ、ないよ。今ね、仕切り直したんですよ。おしゃれ。秘密。なんで待って。はい、じゃあもう一回、じゃあお願いします。秘密。そんな、なんか僕言ったらみんな言ってよ。いいですよ。あ、言うの。ここが一番だ。奥さんいるから。そうだね、もしかしたらあの、ね、バツ、バツ。じゃ逆に奥さんが知ってるけど、あ、そうだよ、そうだよ、奥さん暴露とかでもいいじゃん。なんかそのね、右の、あ、ごめんなさい。右の、右の。お酒出てきました。じゃ、これは本当にオフレコで、あの、もう本当9年ぐらい前ね。いや、いるんだけど、そこにマネージャーのことガチで口説きました。ガチ口説きしました。もう本当に綺麗なんだけど、だいぶ丸くなってきたんだけど、その若さのトゲがすごくて、でそんな中ね、そのコロって落ちた時があったんですよ。それ何かというと、タイの出張めちゃくちゃ忙しくて、毎月毎月タイの出張行ってたので、冬場に帰ってきた時に一回間違えて T シャツ短パン B さんで帰ってきちゃって、で、まあ、寒いわとか思いながら、じゃあ帰ってきたら、その寒いと思うからって言って、ヒートテック持ってないからって言って買ってくれて、ドアノブにかかってた。寒いからって言って、あ、好きになっちゃったの。あ、これ以上優しいと思って、でそれまでは超怖いと思ってて、あ、怖いわって怒らせないようにとか思ってたんだけど、あ、めっちゃ優しいじゃんと思って好きになっちゃって、ガチくどき。皆さん簡単ですよ。あの、トゲからのギャップが簡単です。簡単ですよ皆さん。3ヶ月もあれば落とせます。すごい職権内容で本当最低なんだけど、あの、業務連絡ですって、至急ですって電話して、出た瞬間に、もしもしって言われた時に、あ、声が聞きたかったですって言ったら、そういうのやめてもらっていいですかって言われて、なんかそういうやり取りをしながら今、あの、仲良くやっております。奇跡です。へえ、低い。
社長の権限を、権限を使って、ちゃんと謝ったよ。ごめんなって、本当に。考えようか。ちゃんと謝ったよ。今後考えようか。エチエチ質問。動画かかった時、なんか結構セキュララに語ってましたね。でどうでしたって。コメントもしようがありません。方向性変わってる。だいぶ変わりました。ね、楽になりましたか。あ、本当。それまでなんか彼氏もずっといないみたいな。一応こんなだけど、アイドルみたいな感じの芸風でやってた。一日よりそしたらそんな。聞いたみたいな。でもさっき話したの結構かっこよかった。意外だった。何かっこいい。なんか俺のこと絶対好きにさせるから。いやダサいですよ。いいね。何言ってんねんけどね。めちゃめちゃ告白して振られてたんですよ。毎回。何回？3、4回ぐらい。もっと。もっと。もっと。強く振ったんだね。好きな人がいる状態で。あ、そうです。あら、まあ、それでもいいって言ったんだよね。好きな人がいても。それカメラに向かって、はい、今好きな人よりも一緒にいて幸せにするからって言って、あ、じゃあはいみたいな感じで付き合い始めて、どうでした？その時は付き合いだった？やっとやっとみたいな感じで、思わないわ。可愛いもんだって。あ、好きなタイプだ。好きなタイプで無糖ストライクだと最高じゃん。女からしたら絶対そっちの方が幸せ。自分が好きな男と恋愛してても不安なだけだから。わかる。余裕ぶっこいてて今みたいにどの顔が言ってんのかこれぐらい言える関係が絶対女の子は、うん、でも私この間健太さんと二人でドライブした時に、うん、リカちゃんはまだそういう恋愛できてないまだ好きになるべき人を好きになってないみたいなことが。ね、ドライブしながら恋愛トークしてたんだけど、そうそう、話聞いてるともうひどいな。そうな塊私の新しいレバークイーンみたいな永遠の銀メダリストもう銀メダルだって言われて銀だったみたいなことある。あ、あるあるある。やばいな。私がドーピングしてるみたいなもんよねでも銀メダルって分かってても行くんでしょ。え、でも多分今はないけど、うん、昔は金でもいい。でもなんかね、その金をすごくうまく使ってくる。その友達、金が俺を大事にしてくれないと。ああ、よくあるやつじゃん。今は銀だけど、いつか金にするねって思う。わかるわかる。あるやつだ。金になったのか。永遠に来ないです。じゃあ彼女に見られたら困る秘密。嘘つけないからそろそろしちゃうじゃあじゃあこれいいですか。どうぞ。何に？これ？私この人とご飯食べに行ったんですよ。行った。世界の山ちゃんを食べに行って、したらなんか、まあ、ね、帰ろうってなるじゃないですか。でしたらなんか、まあこの人の方がまあ遠いの家が、うん、カラオケ行こうよとか満喫行こうよでも全然終電間に合うの。今走れば走って帰ろうよって言ってるのに、いや大丈夫だよとかって言うでその後に動画でエチエチ質問を見た時に、そのなんか終電逃した女の子に言うセリフが伝わっていた私にもこれするんだと思ってこいつは皆さん気をつけてください言ったよね。でもね、リカちゃん優しいからカラオケ行ってくれたんですよ。あ、行ったよね。本当にすごいですよ、ね、あれ歌え、これ歌えしてないだけでもされた気分カラオケで犯された気分せーの、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。銀から金だよね。銀から金だね。確かに。あ、そうなの。だって好きな人だよ。あー、ほんとだ。なんか、高いことしません。下打ち聞いたよ。ほんと綺麗な下打ちだから。ちって今